3年ぶりにですね、アジアクロスカントリーが復活するということで、すごく楽しみにしてます。今年はですね、トヨタガズインドネシアのですね、サポートを受けながら、チームタクマ GP ジオランダーは2大体制で参戦をする予定です。一番の目的は1号車のタクマ選手の車ができるだけ上位でゴールできるようにね、バックアップすると。まあチーム賞なんかもあるんでね、最終的には2台が上位でゴールできればベスト。これもう花さんが作っていただいた車なんでね、青木さんをサポートしてね、青木さんが本当に満足できるレースをね、やっていただきたいと思います。まあ、デイネイチでのそのスタック率がほとんどないっていうところと、何よりも信頼性があるっていうところが、やっぱり僕がジオランダー横浜を使っている理由です。横浜